月刊フルコンタクトからで、はい、こちらに先生の記事が載っているということで、これ、ね、あの後編なんですが、最審判総入れ替えしちゃった、はっきり言って総裁のエコひいき、総裁すいません、あのだけど当時いいかったけど、やっぱり総裁あれやっちゃダメですよ、本当に。判断もまずはてな、はてなから仕方がないの諦め、諦めから忖度心配したら、あの松井に旗が全部上がって松井君の勝ちになっちゃったという、そういうパターンですから。はい、次の質問なんですけども、今でも名勝負と歌われる第5回の全日本決勝、山崎先生と牢山先生の組手をどう思いますか。もうはっきり素晴らしい決勝でした。あれはね、あのフルコンタクトルールとして歴史に残る試合だったと思います。歴史に残る試合、歴史に残る試合です。あの なんで私がそんな褒めるかって言ったら、褒めるっていうか、あの評価してる人が評価が高いかというと、あの間合いがまず素晴らしい間合い、うん、あの今ね、もうみんな今のルールに慣れすぎちゃって、しかも体も鍛え上げすぎちゃって、あの場合じゃパンチもキックも効かないんですよ、突きも蹴りも。もうみんなもう打たれ強いから、今こんな距離になっちゃってる、50センチあるかね、50センチか60センチじゃないですか。で、あの試合見てください、間合いがね、今の誤審空手的な間合いなんですよ。であれよく見ていただくと分かるんだけど、小手のフェイントかけてるの、顔叩くっていう、こういう感じで。で、ロー先輩もまあまあ組手で、これは悪い面なんだけども、道場のやつで顔叩いたりしてたけど、あの間合いなんですよ。試合としてはね、パンチも届かないし、キックも届かない。そこで、踏み込んで、こう、中段の、これ、斜めの、ま、三日月蹴り。山崎先輩肘で受けてるんだけど、ロー先輩の三日月蹴りが入ってる、それからあの下段蹴りトリャーっていうのが入ってる、トリャー、うん、あのこれはね、あの当時ほら、あの第5回大会ですから、それってあの確か僕も出てる試合ですよね。僕はあのベスト8入ってるから、はい、その時の試合でね、決勝戦で山崎先輩はあの佐藤俊和先輩90キロを破って、あの63キロの体重で90キロ破って上がってきてるんですよね。でロー先輩、あと誰かな、あ二宮上皇か、はい、あのあとお中段突き、あのねロー先輩の技っていうのは中段の三日月蹴りと中段の逆突きで同じとこ叩くんです、あばら。だから集中的な攻撃では素晴らしい試合だった。これでいて、あの右のローキックと右の逆突きと右のあの三日月蹴りね、これがね非常にあの見事な技を示してました。でパワーでいうと、当時はあのその後の世代のあの勝明先輩だとか、まあ、もちろん勝明先輩も3回から出てるんだけど、あのそういうねパワー空手やってる東さんとかはあまり出てなかったと思うんです。だから あのある意味パワーとしては多少劣るにしても、技としてはもう本当にね達人技。僕はいつも言ってるように山崎先輩はもっとすごい、天地上下で構えて、金敵よりはちょっと高い位置なんだけど、はい、いつでも金敵を守れる位置に右手がある。でしかも左手は相手の顔を威嚇するように パンチがいつでも出せるような距離にある、小手でもね。でこれを
円で回していく、自分でリズム取りながら遠心、遠心の構え、だから天地上下遠心の構えになってる。でしかも肘、回し蹴りも肘で受けたり、この老先輩の見かけずに肘で落とそうとしたりね、今の肘受けまで使ってる、すね受けも使ってる。だからものの見事に素晴らしい技だったと思います。で、あの何が評価されるかって言ったら、間合いが素晴らしい上に一発一発の威力がすごくあった。だからあの当時の技術レベルだとしたら最高であるね。なんていうの、時代の象徴になる試合だった。時代の象徴、そう、これがモニュメントっていうの、あの石碑が立つくらいのね、はい、素晴らしい、あの試合は内容、石碑が立つくらいの素晴らしい内容、素晴らしい内容、あ、どこに出しても今見ても恥ずかしくないし、かっこいい。じゃあ歴代の中でももうベストな、いや見事な、空手の試合として見事だということです。パワーがどうだらこうだらじゃなくてね、いやだからな、あの試合は何遍見てても面白いから、今の私の目から見てもね。じゃ近代格闘技と比べても何ら遜色、何ら遜色ないです。あれ金的により OK だったら山崎先輩下手したらあの五神空手でも優勝できるような。五神空手でもこうやってあれですもんね、同じ構えで。いやだからあれは私が山崎先輩のやつをあの五神空手でみんなやれって言ってるわけ。あ、だから山崎先輩が真似たとか似てんじゃなくて逆ですよ。我々が五神空手であの構えやらなきゃダメだって言ってる。山崎先生の参考にしたと。参考というか推奨、推奨した。もうあの五神空手ですね、理想の構えではないかとまで私が思ってるから。残念ながら山崎先輩に電話したら、俺はお前とは何の関係もねえって冷たく足られる寂しい思いをしてるんですよね。はい、そういうこと、まあ、先輩でもいろんな方いらっしゃるから。まあそうですね。はい、じゃあ次の質問に行きたいと思います。では感謝しないって、今回の震災ではトルコに朝鮮戦争の恩は忘れないって支援してるんだよな、自由もらって日本はアメリカ様に感謝してるのか。あのまずアメリカ様の話からしましょうか。アメリカ様、日本はもっと前から自由です。例えば憲法17条604年の時代から和を持ってた都市です。これ民主主義じゃありませんよね。でも2番目は厚く三法で、これはっきりと神道に対して仏教は異国の宗教です。異国の宗教でもいいと思ったらありがたいという。で3番目が天皇の命令、よく聞いてください。天皇の命令は3番目なんですよ。天皇の命令より仏教の教えが上にあるんですよ。ありがたいものとしてるんですよ。和を持ってたっとしが1番で、2番目が仏法そう、仏教を敬え、3番目が天皇の命令、最後何だか知ってますか。17条目、何事も一人で決めるな、話し合いをして決めよう。いいですか、これね民主主義の根本精神です、話し合いで。ただし普通選挙がないから官僚支配者民主主義であることは認めます。でも悪いけどアメリカに民主主義を教えてもらう前に日本ではちゃんと民主主義あるんです。話し合いの文化あるんです。何、自由をもらった、違います。アメリカには滅ぼされたんです。アメリカじゃありません。アメリカにいる金融資本です。ロシアイルドとかフランス、イギリス、あらゆるスペイン、あの連中は全部金融資本握ってますから。で物量作戦をやったのはアメリカに武器供給する、まあ、今で言うとウクライナに武器供給してる連中ですよ。あれ今ロシアが日本の立場になってる。はっきり言いますよ、僕はロシア嫌いだよ。なんでソ連の時代にうちのじいちゃんシベリア送りになってるから3年間だからロシア嫌いですよ。ロシアじゃないです、ソ連が一番嫌い。2番目に嫌いなロシア。ちょっとなんでソ連とロシア分けるかというと、今のプーチンのロシアはあのナショナリストなんですよ。ソ連は完全な共産主義国家だから。だから多少擁護はするけど、やっぱりシベリア送りにされた恨みは僕は忘れてませんから。はい。なんでそれだけ、あの今もう一回言ってください。俺ちょっと質問もう一回聞かせて。はい。感謝しない、今回の震災ではトルコに朝鮮戦争の恩は忘れないって支援してるんだよな、自由もらって日本はアメリカ様に感謝してる。感謝じゃなくて援助してるんでしょ。でも感謝してるんですか。あのね、あのよくね、朝鮮はよくやるんですよ。日本がいくら支援するとそれと同じくらいの金額言っていつもしないの。こればっか言うだけ。うん、そうですよ。あの本当にやってるんですかって僕聞きたいね。そういう例すごく多いってことは皆さんご存知ですか。僕はそれも全部知ってますよ。それと日本から借りた金ほとんど返してないですよ。あの8億ドルもらいっぱなし、あの時だって個人の保証は我が国がやると、8億ドルは全部国がインフラ整備のために使うって言っといて、今になって
日本は払ってないって言ってんだよ。自分で払えよって。自分の国家が国際条約でやったことを自分の国の中の裁判所が言ったって、お前の国の裁判所は関係ないよって話。だから、その感謝はしてるかもしれないけど、日本はトルコにやるのはね、エルトゥールムロ事件っていうのがあって、昔、日本の近海でエルトゥールムロで何百人かが遭難したんですよ。それわざと日本、わざわざ日本の船に乗せよ。トルコまで送って返すんだよ。親切ですね。だから、エルトゥールムロでね、ものすごくね、忘れてないの、500年、何百年前のはずや。そこに持ってきて、トルコはなんで日本と親日か。日露戦争でロシア勝ったので、トルコとロシアいつも戦争してた。ロシアには勝てなかった。それを東洋の小国がやって勝っちゃったもんだから、トルコには東郷ビール、東条、東郷通り、東条通り、なんだっけ、あれ誰だっけ、あれ東郷平八郎、あと何だっけ、ほら、あの死んだ人、203高地の、それ日本人の名前がついた通りがある、通りもビールもあるね、いっぱい。だからそういう面では日本とトルコはすごく仲いいんですよ。で、まあ、あの朝鮮が感謝してないかどうか知らんけど、援助って言うと負けないような顔してやるのは朝鮮もやるんだけど、結構ね、あの50万ドルって言ったら5万ドルになっちゃったりとか、10分の1になっちゃうこと多いんですよ。それ知ってますか？僕それ情報で全部知ってますよ。だからあのちゃんと正確な事実の比較を日本と朝鮮でやってください。それと東南アジアが独立したのは別に日本が勝ったからじゃない。日本は負けたけど、一回東南アジアから白人一遍全部掘るようにしちゃったもんだから、東南アジアの人それ見て何思った？白人は無敵ではないって分かっちゃったの。今まで目も見れなかった、猿扱いされて。さっき俺アーロン収容所行ったでしょ、ほぼ猿扱い。そしたらオランダ人とかあのフランス人からすると、おい日本人が悪い病気移してた、今まであいつらはイエッサーイエッサーイエッサーしか言わなかったのに、日本人のせいであいつらイエッサー言わなくなった、従順じゃなくなったと。そう、そのこと知ってますか？それと1919年ね、あれウィルソン大統領にて潰されたけど、人種、世界人種平等宣言をやろうっつって過半数取ったのに、ウィルソンがこんな大事なことは全員一致でないと採択できないって拒否、採決拒否されて負けたんですよ。1919年です。先生熱くなってる。熱くなっちゃったね。人種平等条約を国際連盟で提案して、ウィルソンはなんで反対したかったら、黒人奴隷がいるから賛成できなかったのよ。だからあなたね、そういうこと勉強してから日本という国を判断してください。1919年って1909年に併合したんですよ。その頃から日本人は世界の民主平等条約を国際連盟に懸案してた国なんです。あなたの国は何をしましたか？日本のことを悪くたに言ってるだけ、白人の尻馬に乗ってね。はい、あの私が勉強してくださいっていうのは、あの私はね、はっきり言うと空手をやりながらね、武道をやりながら人の道っていうのを考えるんです。その中でやっぱり日本っていう国はどんな国なんだろう、それからなんで世界の歴史ってこうなってんだろう、それから旧約聖書を読み始め、新約聖書を読んで、コーランは残念ながら読んでません。この、で僕は新約聖書あんまり好きじゃないの。あれって何かって言ったら、マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネが、キリスト先生はこうでしたし、キリスト先生との対話を4人がやってんの。つまりあれは、先生との対話集なのね、基本的に。あ、先生なんですか、あれ。そう、キリスト先生との対話集。私から言うと、私と4人の大山先生の弟子が、大山先生はこうでした、大山先生とはこんな会話しましたって言ってるの。旧約は全く違う。旧約はこの民族がどうなって神はどうしたって歴史の話なの。だこれものすごい勉強になるんだよ。でね、旧約の意味って分かってます？あれはモーゼと神の契約の約の古い契約。新約はキリストと神の契約。つまり
古い契約と新しい契約、もっと新しいのはモハメッドと神の契約。神は誰かって言ったら全部一緒、ヤハウェ。ヤハウェっていうのはヤーベの神とも言われるんだけど、英語で YHWH って書いてある。これ発音できないの。なぜかあいうえおがついてない、母音が入ってないんだよ。だから何が起こるかって言ったら、ヤハウェ、ヤハウェ、ヤハウェ、発音違うんだよ。ただ神様の契約されてるのは、旧約聖書はモーゼ、新約聖書はキリスト、新約のコーランはモハメッドなの。先生、別にクリスチャンって呼んでるんですか？僕は浄土真宗の財源なんです。でただその歴史を学ぶのに旧約聖書を学んでるんです。だからね、あの僕がレベルが高いかどうかっていうのは、あの僕よりレベルの高い人もいるだろうし、あの低い人もいるだろうし、ただちょっと皆さんの中ではちょっと頭出てるかなっていうところですね。全日本チャンピオンとは言わないけど、ベスト8くらいには入ってんじゃないかな。世界レベルで言うと、まあちょっと世界大会出れるか出れないかなっていう状態かなっていう、そんなレベルですよ。はい。この人の最後の、何か。完璧ネトウヨ、レベル低すぎ、さすが一橋が学院、わらわらっていう。はい。ありがとうございます。あの、バカにした言葉いただいて。あの、私、皆さんもバカにした言葉言ったことありますか？わらわら、さすが一橋学院、予備校で。はい。そういう言い方って私してますか？あなたこそ一橋学院行ってる人バカにしてんですか？あ、そうなりますね。ね、一橋学院でも頑張って東大行った人いると思いますよ。一橋入った人もいるし、一橋東大行った人もいるでしょ。この言い方見てください。人種差別主義者、あなたこそ差別してるじゃない。予備校生には予備校生の役割があるんですよ。大学へ入るというね、立場、役割分担あるんですよ。それを鼻で笑うようなこと言うんですか？あの、どっちが差別主義者ですか？だって、もしここに一橋学院の人、東大入ってたら、あんたどうするの？笑ってしまう。だからこういうこと、あの、人をバカにするのは極力言わん方がいいですよ。事実を、まあ私がちょっと熱くなりすぎて、事実でも本当に正確なのかって疑われるところもあるかもしれないけど、はっきり言って真面目に本読んでます。それから、あの真面目に読んだからって人を小バカにするような言い方してないでしょ。私泥棒が泥棒って走ってで、あい人を追っかけてるようにさびき目でたらこの野郎とは思いますよ。そういうことです。まあ、今後もたくさんの質問やコメント、アンチコメントでも何でも先生答えていただきます。はい、ね、あの答えられないことはもちろんあります。わしもだってわからないこともだってあるんだから、わからんときはわからんって言います。ただ人を小バカにしたような言い方とかね、ただ日本を小バカにしたような言い方、お前の都合でインフラやったんだろうってね、推測で物を言うのやめてください。事実は朝鮮族が近代化されて人口も倍になって、識字率は 3% から 70% と20倍以上になった。その現実は揺るがない現実で物を言ってほしいんです。それネット右翼ってレッテル貼らないでくださいね。つまりレッテル貼ることでなんか勝ったような、なんか言ったような勘違いしてないでください。あなた何も言ってないんですよ。例えばここに出てこれない、要するにネットで離られちゃった過激な意見、そういうのはみんな外されてるらしいんだけど、それって事実何も言ってないでしょ。つまり浜井さんのこういうとこが間違ってるよ、具体的に言ってくれれば私も間違ってたら謝ります。なんでかって調べりゃいいな。今ネット世界だから、あのネットで全部調べられますから、ウィキペディアとかあれでも何でもね。ウィキペディアもあれ正しいこと間違ったことあるんだけど、だから皆さんね、レッテル貼りやめた方がいいですよ。レッテル貼ってなんか言ったような気持ちになってるけど、レッテルは何も言ってない。あなたが無知だってことを言ってるだけですから。はい。あの、こんな答えでよろしいでしょうか。で、浜井を批判するなら、具体的な、いつ、何時、こんな資料があるんだけどどうですか。一つだけなんかあったみたいね。あ、なんか、いわゆる。ただその時の、それどれの資料ですかって言いたいわけ。だからそれ、あの、あ、それ、便秘の話が。はい。だから、
そういうのどんどん言ってくれれば、そのリーズナブルな反論なら私もこうやってお答えします。それだけは、あの分からないことは分からないって言えばいいんだから、自信持ってお答えしますから。分からないことは分からないって言いますから、よろしくお願いします。たくさんのコメントお待ちしております。はい。テコンドーの ITF テコンドーや韓国の WT テコンドーは日本の小刀館流空手のパクリですし、ハプキトーは合気道のパクリ、コムドーは剣道のパクリ、韓国の自動車は日本のマツダや三菱自動車にモデルが似ている感じがします。パクリの民族性はいかがでしょうか。もうこれは説明するまでもありません。